えー、スト5を本格的に始めて1年ほどしたガイル使いのものです。ゲームをやっていく中で相手との距離感が大事であることに気づきましたが、距離感、間合いってことかな。スタート時と投げ抜け後だけ距離が固有であることに気づきました。まあ、だけってわけじゃないんですけど、まあまあまあ。うん。そこからその2つの固有の距離で有利なキャラは、そもそも有利に進められる時間が多くて、強キャラなのではないかと思ったのですが、お これは面白い視点ですね。うん。実際のところどうでしょうか。また、もしそうなら、この二つの距離が有利に働くキャラを聞きたいです。うん。これいいですね。頭がいいですね。多分この人。地頭いい系な気がしますね。うん。えっと、本質的なところを見てる。スタート時は同じ間合いだよね。投げ抜け後も同じ間合いだよね。で、スタートは必ずこのゲームで最初にあるよね。 投げ抜けも結構このゲームの中で起きる出来事だよね。じゃあその二つのシチュエーションで、えー、有利なキャラって結構強いんじゃないのって。すごく面白い視点ですね。うん。これは面白い。うん。面白いんですけど、えっ、ー、とー、まあそうですね、えー。ただですね、やっぱりメーカーもそこら辺は分かっていて、開幕強い、このキャラって開幕強いよね。 っていうキャラ。まあ、例えばガイルは強いかな。ガイルとかダルシムとか、うん、まあ、ポイズンとか、まあ、そ遠距離型のキャラクターっていうのは開幕強いわけですよ。っていうのを込みでキャラクターのバランスを調整してるんで、えー、っとけ、なんだろう。まあ、それ込み込みですね、うん。離れてる時に強いから攻撃力が低いとか、技のフレームが悪いとか、うん。 あの、置き攻め弱いとかって感じでバランス取ってるんで、視点はものすごくいいんですけど、ゲームが、この視点って多分ゲームが出始めた1年目とかだったらめちゃくちゃいい視点なの。スト5シーズン1だったらこの視点はめちゃくちゃいい。うん、すごくこういう多分攻略するゲームに向いてる思考の人だと思う、この人。だけど、もうゲームが出て結構バランスが取られてきて、えー、っと、じゃあ投げ前っていうかその中間距離のに強いキャラは火力下げましょう。連携弱くしましょう。 って感じでなってるんで、まあ結果としてはあんまりそこは気にかけなくていいと思います。うん。この二つの距離が優位に働くキャラっていうのはだから、まあ中遠距離が強いキャラですね。はい。そうなんです。でもこれいい視点だと思いますね。いい視点だと思います。好きです。こういう考え方。You win.